ゼファイテリアは、1878年に、コロラドの白秋前期の窒素から頭骨が発見されていた、長脚類で、長い間カンプトサウルスに含められていたが2006年に、ケネスカーペンターらによって親族新種として再記載された、植物植生恐竜の一つ、マーシュによるカンプトサウルスの骨格図。現在、低オフィタリアと考えられている頭骨に基づいている、 ホロタイプにして知られている唯一の標本、イピン1887は断片的な頭骨で、オスニエルチャールズ・マーシュによって1886年にカンプトサウルス・アンプルス・カンプトサウルス・アンプリスとして記載された。ギルモアはこの頭骨を用いて、モリソン層のカンプトサウルスの頭骨を復元した。しかし神々の庭にある中世代の地層の白層の微視的な比較では、 その地層は実際はパーガトイア層に属することが分かり、したがってこの頭骨は白秋前期のものであると発覚した。テイオフィタリアの頭骨を使って組み立てられたカンプトサウルスの骨格ブリルとカーペンターによる2006年の研究では頭骨はカンプトサウルスのものではないとされた。カンプトサウルスと比較し、より長く重く鼻先のシワが多く、 科学骨の後ろ側が広く、前眼下窓が小さく、方形骨と科学骨の関節球がより堅固であると指摘された。そのため独自の図と種を設けられた。テオフィタリアは、系統的に、カンプトサウルスとイグアノドンの中間に位置づけられた。模式種は、ゼファイテイリア・ケリー。2010年と2011年にマクドナルドと学生たちが行った分岐分析では、テオフィタリアは、 スティラコステルナの基盤的位置づけで、ヒッポドラコに近縁であるとされた。俗名は古代ギリシア語のシータイプシロンイオタ、ゼズ・ファイウプシロンタウアルファー・ラムダ・アルファー、ファイテイリアの組み合わせで、神の庭を意味する。これは、コロラド・スプリングスのガーデン・オブ・ザ・ゴッズにちなんでいる。種賞名ケリーは1878年に標本を発見したジェームズ・ハッチソン・カー。 ジェームズ・ハッチンソン・ケルへの懸命なのだ。ありがとうございます。